どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんかも。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、引き続き古代兵器、プルトンです。何回考えてんだよ、と思うかもしれませんが、プルトンについてはもう8年以上考えています。そして今回が僕の最終結論です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。最新話を読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まずはこちらの前回の動画から見てほしいのですが、前回の動画で古代兵器プルトンの正体とは、雨の岩船、雨の鳥船と呼ばれる日本神話の空飛ぶ岩の船かもしれないと考えました。プルトンとは冥府の神ですが、それは同時に止めるもの、地下の鉱物の神だからです。故に、ポーネグリフで作られた岩船の可能性があるでしょう。砕けぬ黒い石、ポーネグリフを活用すれば、強力な岩船が完成しそうです。そんなプルトンはいわば、黒船かもしれないとも考えました。さらにプルトンの話が中心となった、アラバスタ、エニエスロビー、ワノ国には、悪魔の実を食べた物体が登場していることから、プルトンは、トリトリの実、幻獣種、ヤタガラスを食べた戦艦かもしれないとも考えました。ヤタガラスとは、キングとも呼ばれる三足鵜ですが、このプルトンのイメージは2年前の動画でも考えましたが、アラバスタのカルーがヒントキャラかもしれません。20巻の表紙のカルーはまるで地底から飛び立ちそうな構図をしています。そんなカルーはアラバスタで超カルガモ部隊に所属していましたが、この超カルガモ部隊は7匹います。そう、前回の動画で考えたカラスの歌、7つの子と合致しています。そしてさらに面白いのは、ヤタガラスの別名です。ヤタガラスの別名、それはヤタガラスカモタケツヌミの御事カモです。ヤタガラスは日本全国のカモ神社で祀られています。ヤタガラスイコールカモ、カルガモ、カルーはプルトンことヤタガラスのヒントキャラカモとなると、ヤマトは桃之助こそが世界を夜明けへ導くと言っていましたから、桃之助がヤタガラスのプルトンに乗れば、それは日本の夜明けを導く鳥ヤタガラスのイメージと合致します。しかし、ヤタガラスには島一つを吹き飛ばすというプルトンのイメージがありません。そこで、カモ神社についてさらに考えましょう。カモ神社に祀られているカモタケツヌミの御事という神様は、ヤタガラスに変身して日本の天皇を導いたという神様です。つまり、もともとは人間でした。そんなカモタケツヌの御事には、さらに孫がいます。それは、カモケイカズチの御事。その神の別名は、ライデン様。ヤタガラスの孫ライデン様は川で拾ったニヌリアという赤い矢を拾って誕生した神であり、そのニヌリアの正体はこのイカズチの神という雷様だったといいます。意味がよくわかりませんが、神話とは大抵の場合は意味がよくわかりません。とにかくプルトンことヤタガラスは炎プラス雷の矢を放つかもしれません。このイメージは小田先生が好きな天空の城ラピュタと同じイメージでしょう。見せてあげよう、ラピュタのイカズチを。旧約聖書にあるソドムとゴモラを滅ぼした天の火だよ。ラーマヤーナではインドラの矢とも伝えているがね。とにかくカルガモのカルーはプルトンのヒントキャラかもしれません。となると、前回の動画ではプルトンの在りかについて富士山にあるかもしれないと考えましたが、カルーイコールプルトンならプルトンは常世の墓にあるかもしれません。なぜなら次の1054話とつながるであろう154話でカルーはなぜか凍っているからです。常世の墓は寒くて遺体が数百年腐らない土地でした。続いてはプルトンを別の視点からも考えましょう。もしもプルトンが雨の岩船なら、こうした鉱石は光月家でなければ扱えません。プルトンはその昔ウォーターセブンで作られた戦艦だとアイスバーグが言っていました。つまりその昔ウォーターセブンに光月家がいたのでしょうか。光月家はヤタガラスのような鳥の家紋の他に三日月のマークも使っていますが、ウォーターセブンには武者のような海賊三日月が登場していましたし、フランキー一家は三日月の家に住んでいました。この辺りが光月家がウォーターセブンにいた匂わせでしょうか。戦艦プルトンがウォーターセブンで作られたなら、まずはウォーターセブンを考えましょう。ウォーターセブンといえばやはりガレーラカンパニーでしょう。ガレーラカンパニーはアイスバーグが作った会社ですから、800年前には存在しませんが、プルトンのヒントにつながると考えます。ガレーラカンパニーのガレーラとはガレーラですから、それはガレー、つまり古代の軍艦ガレー船を表しているでしょう。そのガレー船がこちらです。鳥や魚のような顔をした細長い船がガレー船です。古代の海戦ではこのくちばしで相手の船の動きを封じます。
このガレイ船にそっくりな魚がヤガラです。ヤガラとは弓矢のようなという意味で、ヤガラといえばヤガラブルでしょう。つまりウォーターセブンではガレイ船のイメージがあります。そしてこの細長い鳥のような船、ガレイ船のイメージは957話の扉絵がイメージ通りではないでしょうか。957話では細長いアヒルの船にルフィたちが乗っています。アヒルは英語でダーク、カモも英語でダーク、つまりアヒルイコールカモイコールヤタガラス。この957話で重要なのは戦国のセリフ、大物たちはなぜこうもワノ国に関わるのか。これはおそらくプルトンへの匂わせでしょう。このガレイ船のような船がプルトンの造形なのでしょうか。2年前の動画でも考えましたが、古代兵器と設計図といえばオカルト世界では有名なインドの空飛ぶ神殿ビマーナでしょう。ビマーナの造形はインペルダウンにそっくりであり、インペルダウンには古代文字もあったことから、2年前の動画ではインペルダウンはビマーナをモデルとしたプルトンかもしれないと考えていました。このビマーナはオカルト上ではかつて古代の核戦争があったとも言われており、それはおそらく天空の城ラピュタのモデルになっているでしょう。天の人呼ばれるラピュタの雷槌は島一つを吹き飛ばすプルトンのイメージに合致しています。しかしビマーナには複数のモデルがあります。インペルダウンのような造形のルクマビマーナと、空飛ぶ鳥や魚のような造形のシャクナビマーナです。このシャクナビマーナがプルトンに採用されていれば、ここまで考えてきた雨の鳥船やガレイ船のイメージに合致します。もしもプルトンがシャクナビマーナのような姿だったなら、一方の海底監獄インペルダウンはもしかすると数百年前月から青い星に飛来した母船なのかもしれません。続いては話数の一つなぎからもプルトンを考えていきましょう。話数の一つなぎとは、こちらの動画で考えた同じような話数同士には何らかのつながりを持たせているというワンピースを読み解くための理論です。例えば1053話の花火と花を咲かせていた緑牛は、153話の花坂爺さんのようなヒルルクの桜とつながっていました。つまり次の1054話からプルトンの話が登場するなら、それは54話からと154話からにヒントがありそうです。まず54話からは燃えるパールさんが登場しています。パールさんとはそのまま真珠です。次に155話から159話あたりはクロコダイルと燃えるエースの話が登場しています。ここで重要なのはクロコダイルが結成していた秘密結社の名前、バロックワークスでしょう。バロックとは歪んだ真珠という意味ですから、なんとパールさんとクロコダイルは真珠でつながっていそうです。クロコダイルが登場している155話ではアラバスタを襲った豚の海賊機のプップーがクロコダイルに倒されていましたが、これはことわざの豚に真珠を表しているでしょう。つまりクロコダイルイコール歪んだ真珠、バロックです。そのように考えると1054話から語られるであろう古代兵器プルトンは真珠に関係がありそうです。まず真珠は伝説では人魚の涙とも言われています。人魚の涙といえば魚人島で泣きながら登場した白星姫でしょう。白星こと古代兵器ポセイドンはまさに真珠の貝の中で寝ていましたから、白星がまず真珠のイメージですが、もう一つ真珠には伝説があります。真珠は月の雫とも言われています。真珠はその形がまさに満月のようですが、ここで念のため雫を語呂合わせしましょう。雫の語呂合わせは雫。429話の扉には箱舟マクシムで月に到着した雷のエネルです。次に真珠の方を考えましょう。真珠は一般的にはアコヤ貝から取れます。しかし真珠には淡水真珠という種類があります。淡水真珠から作られる貝、それはカラス貝。カラス貝から淡水真珠は作られます。カラスと貝、これは前回の動画で考えた空島で神の島へ行くために乗っていたゴンドラ、カラス丸につながります。カラス丸の動力はブレスダイヤルですから、カラスと貝です。つまりそれは鳥と貝、この組み合わせはまさにアンラッキーズそのものです。貝を手に持ったラッコと機関銃を背負っているハゲタカのミスフライデー、バロックワークスの暗殺コンビです。そしてさらにワンピースにおいて鳥と貝の物語はもう一つあります。それはストロングワールド。ストロングワールドではライチョウビリーとトーンダイヤルが話の軸として登場していました。この映画ストロングワールドはこちらの動画でワノ国編を先取りしていると考えました。つまりライチョウビリーもまたプルトンヤタガラスのヒントキャラでしょうか。
さらにまだあります。続いては月の旅シャンディアやバイキングの伝承を考えましょう。カラスは漢字でカラスとカラスの2つがありますが、英語でもカラスはクロウとレイブンの2つあります。レイブンの方のカラスは渡りガラスを指し、世界中で神や神の使いとして信仰されています。例えば北欧バイキングたちは船にカラスを乗せて目的地まで導いてもらい航海していたそうです。レイブンバナーと呼ばれるカラスの旗も掲げていました。さらに北欧神話のオーディーンはカラスの神と呼ばれ、2羽のカラスを従えていたとも言います。またカラス、レイブンはアメリカ先住民インディアンたちからも信仰されていました。カナダのインディアンの部族トリンギット族の神話では貝の中に閉じ込められていた世界をカラスがこじ開けてばらまいた、そして人間に魂を与えたという神話があります。これもまさにカラスと貝です。インディアンたちは魔除けとしてカラスをトーテムポールに飾っていました。さらにインディアンたちはカラス、レイブンの他にライチョウ、サンダーバードもトーテムポールに飾って信仰しています。そしてワンピースでインディアンのイメージといえば空島のシャンディアたちでしょう。シャンディアたちの村にも鳥のトーテムポールがあり、さらにこのトーテムポールはドラム王国にもあります。ドラム王国のモデルは明らかにカナダですが、カナダには先住民としてインディアンたちが暮らしているからです。例えば1053話ではプルトンの話が登場していますが、1053話とつながる153話にはドラム王国の町に鳥のトーテンポールが登場しています。そしてドラム王国といえばウソップの嘘でしょう。ウソップは巨大コンドルに襲われたと嘘を言っていますが、巨大コンドルとはインディアンたちが信仰していたライチョウ、サンダーバードでしょう。このライチョウサンダーバードの正体とは絶滅したテラトルニスコンドルとも言われています。この辺りもプルトンのイメージでしょうか。ヤタガラスやライデン様とつながってきそうです。このようにプルトンには鳥と貝のイメージがあるのですが、ここまで僕はプルトンは悪魔の実を食べたヤタガラスやライチョウだと考えてきましたが、貝といえば空島のダイヤルです。エネルの空飛ぶ船箱舟マキシムはエネルの電力で空を飛んでいましたが、サンジに回廊を壊された時、エネルは動力の予備として絶滅種ジェットダイヤルを200個搭載していると言っていました。つまりプルトンの動力は悪魔の実を食べた戦艦ではなく、ジェットダイヤルを積んだヤタガラスのような形の岩船、そのような結論にもなりそうです。さらにまだあります。空島ではタコバルーン、魚人島ではクラーケンにルフィたちは運んでもらっていますが、この大きな八本足のタコたちもカラスにつながります。なぜならタコの口にはカラストンビという黒いくちばしがあるからです。まとめましょう。強引さはありますが、多くの要素と可能性がカラスや貝でつながりました。そんなプルトンの正体とはヤタガラスのような形の雨の岩船であり黒船、動力には絶滅種ジェットダイヤルが使われているかもしれません。そんなプルトンは火と雷の矢を放ち島一つを吹き飛ばす。もちろんこれらは全て全く違う可能性がありますが、最後はやはりダジャレで終わりにしましょう。古代兵器プルトンを狙っていたクロコダイルの能力とはカラス。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。